ベル XFL-1 エアラボニータ、XFL-1XFL エアラボニータは、ベル社がアメリカ海軍向けに製作した艦上戦闘機である。陸軍向けに製作した P-39 エアラコブラ戦闘機の海軍向け版であるが、試作のみで量産はされなかった。XFL は、同時期に開発されていた P-39 と同等の機体であり、 使用エンジンが同じで、インテークエンジン配置も、同単位中央部と同じである。エンジンは、長さ3.2メートルの延長軸を通して、機種の3羽プロペラに連結している。武装は、プロペラ軸内に3 7ト、mm、ル機銃、または1 2 7ト、mm、ル機銃を装備でき、他に7 6 2ト、mm、ル機銃二門を装備していた。 P-39 と異なる箇所は着陸装置に関する部分である。P-39 は前輪式の着陸足であるが、XFL はお輪式となり着艦フックも装備されている。着艦侵入時の操作性向上のためにキャノピーの変更や主翼の改良も行われた。開発契約は1938年に締結され、 初飛行は1940年5月13日に行われた。海軍への納入はエンジンに起因する問題のために1941年2月までずれ込んだ。海軍は XFL-1 の名称で試験を行ったものの重量が計画時より課題となったこと、方向安定性が不足したことなどにより1941年12月までに 不採用を決定した。製造も一機のみで終了した。XFL-1 ロバート F、ドアウィズ・ジェリー・スカッツ、ベル P-39 エアル・コブラ P19。ありがとうございます。